今回紹介するのは人生がときめく片付けの魔法改訂版という本です元の本は何回も読みました今回の改訂で何が変わったのか気になったので購入し比較してみました本のサイズは一回り小型になりました価格も1400円から1100円に値下げ本のサイズは小型になりましたが 無駄な余白を少なくしただけで、文字の大きさ1行、文字数に変更はなく、読みやすさは変わらないです。目次の章、項目に新たな追加、削除はないです。目次での軸の修正は2箇所のみ、本文のページ数は249ページから255ページに増加、増加ページ数が6ページとウイコとからも、 今回の改がが小規模であることがわかります。修正のポイントは3点内容のブラッシュアップ。例市販の収納グッズは使う必要なし。が収納グッズは箱だけでうまくいくに変更時間が経過し著者の仕事の内容や社会の様子技術が変化したことから当時の著者の仕事についての記述を削除。 修正し社会の様子技術の変化に対応例残すべき本の項目でスマホのメモ機能やクラウド共有サービスが登場著者が元の本で気になっていたと思われる軸の修正例旦那と別れすっきりしましたが離婚に踏み出しましたに変更中レッスンのお客さんの感想今回の改訂が小規模なのは 元の本の出来がそれだけ素晴らしかったからです。著者が出版後、気になっていた部分を加筆、修正した印象です。今回の改訂はロングセラーの片付け本の個展を目指したものと思われます。新たな読者には強くお勧めしますが、元の本の読者は新たに購入するほどの必要性はないと思われます。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。